スプレーでお花紙を染めて作るグラデーションが美しいアジサイです。まず、細長いお花紙とワイヤー2本で花の茎を作ります。土台の中身にするお花紙2枚を重ね、適当に屏風折りにしていきます。真ん中に切り込みを入れ、長さ20センチぐらいのワイヤーを引っ掛けてぎゅっとねじります。2枚重ねになっているお花紙を広げたら、お花紙を潰さないように手の中でふわっと丸めます。土台を包むお花紙の上にワイヤーが上になるように置き、根元に水のりをたっぷりつけます。そしてお花紙でふわっと包みます。ワイヤーと初めに作った花の茎を一緒にフローラテープで巻きます。それを手のひらに押し付けるようにして、キノコのような形にします。花びらにするお花紙を2回三角に折ったら裏返し、端を折り曲げます。三角を広げると大きな正方形ができているので、細長く2回折ります。はじめに折り返した部分が少しはみ出します。これを4つに折って、はみ出した部分を切り取ると小さい正方形ができます。これを折り目のところで切って4つに分けます。その一つ分を三角に折ります。この時、色の違うお花紙の切れ端を挟んでおきます。それをさらに三角に折り、片方ずつ三角に折り返します。挟んだお花紙が利き手側に来るようにして、型紙のように切り取ります。色がついたお花紙があるところが中心ですので、ここを開き、両側を持って、十字の形になるようにギュッと折り目をつけます。これで花びらが5枚できました。全部で20枚の花びらができます。花びらは土台の真ん中から貼っていきましょう。水のりをつけて花びらの中心を貼り付けます。花びら同士少し重なり合うようにしながら、周りへ周りへと貼っていきます。全体を貼るのに20枚使いましたが、花びらを貼る間隔や土台の大きさによって枚数は前後します。今回はプリンターの詰め替え用インク、マゼンタを水で薄めてスプレーしました。何回か押して出具合を確かめた後、少し離したところから花全体にうっすらと色がつくようにスプレーします。花びらが濡れたままにしておくとペタンとなってしまいます。花を下に向けて完全に乾かしてください。花の中心の丸いところを作りましょう。発泡スチロールビーズがあるときには、液体のりやボンドで貼りましょう。絵の具を使ってもできます。チューブから出した絵の具を綿棒の先につけて、花の真ん中に押していきます。茎のついた葉っぱの作り方は、詳しく説明している動画がありますので、そちらをご覧ください。フローラーテープを使って葉っぱをつけていきます。葉っぱ2枚で花を挟んだら、フローラーテープでしっかりと固定します。
そして下へ下へと巻いていきます。最後にワイヤーを曲げて葉っぱの形を整えれば出来上がりです。一輪挿しでも綺麗ですが、たくさん作って飾るととても豪華になります。色や飾り方などお好みで作ったり飾ったりしてみてください。